第56回スーパーボウルは2021年シーズンの NFL のチャンピオンを決める試合である。試合は2022年2月にロサンゼルス大都市圏のカリフォルニア州イングルートで開催される予定であり、スーパーボウルがロサンゼルス周辺で開催されるのは1993年にローズボールで開催された第27回スーパーボウル以来である。 2020年7月のソフィースタジアム2016年5月にオーナー会議が行われ、第55回スーパーボールの開催地を以下の候補地から決定した。投票の結果、第55回スーパーボールをイングルウッドで建設中のスタジアムで開催することが一旦決定された。しかし、新スタジアムの建設の遅れが分かったことから、 この投票で落選したレモンド・ジェームス・スタジアムを第55回スーパーボールの開催地とし、第56回スーパーボールをイングルウッドで開催することになった。ロサンゼルス都市圏でのスーパーボールが開催されるのは、トロイ・エイクマン、エミット、スミス、サーマントーマス、ブルース・スミスといった選手が出場し、バッファロー・ビルズがダラス・カウボーイズに大敗を喫して3年連続で、 スーパーボウルに敗戦することとなった第27回大会以来29年ぶり8度目となる。は、勝利したチーム現在、スーパーボウルの放映は FOX、NBC、CBS のローテーションで担当しており、第56回スーパーボウルの放映権は本来 CBS が担当する順番であった。しかし、アメリカでは、 スポーツのビッグイベントの放映が競合することにより、テレビ局の利益を既存し合わないように、新紙協定が組まれており、その関係で、2019年3月、第55回スーパーボールの放映権と、第56回スーパーボールの放映権を、NBC と CBS の間で交換することが、NFL、NBC、CBS の三社間で合意に至った。具体的には、 同時期に開催される2022年北京オリンピックと第56回スーパーボールの放映権主が異なるとスポンサースポーツ報道、プロモーション方法などの複雑な調整が必要となることから放映権主を同一にする措置が取られたものである。また CBS にとっては各年で放送している NCWA ファイナル4と スーパーボールを同じ年に放送できることによるメリットがあるとされている。ありがとうございます。